ありがとうございます。まじ、いい曲、ほんと、いい曲ですね。本当に。ハトリフは次の曲で最後です。ご存知の方もいるかもしれないんですけど、まあ、ちょっと一回活動休止しようということになりまして、今日が一応最後ですね。まあ、最後というとあれですけども、まあ、僕は本当に多分二十歳ぐらいから本気で音楽を目指してこうやってきてですね、まあ、ずっと稲離れてたんですよ。もうその理由というのが、もう稲でやっててもしょうがねえと思って、仲間もいないし一人で行くしかないと思って、まあ、行きました。まあ、10年くらい出てて、まあ、たまにはバンドのツアーで稲とか来てたんですけど、まあ、別に友達も呼ばないし、僕の中で稲市は不毛の地だったんですね、音楽やるには。ただ、まあ、ずっといろんなバンドやって CD 出したりとか、まあ、解散したりとか、いろいろ本当ドラムがバックれたりとか、まあ、いろいろあったんですけど、まあ、こうやって活動休止すると言って、楽器を置くのはまあ初めてなんですよね。18年くらいだからやってて、ただ今日ねこのライブが、年内にどっかイナグラムハウスでやりたいっていうのを大沢くんに言ってて、まあ、いつか僕がね不毛の地だと思って捨ててった地元に今は住んでて、まあ、活動休止をすると最後のライブが稲城で本当に良かったなと思います。ただ俗に言うその事実上解散みたいなことはなくて、まあ、夫婦なんで離婚するんじゃないかとかすごい心配されたりとか、あとまあおめでたがあったんじゃないかとかそういうのも言われたんですけど、特にないですね。で次のことはちょっと考えてないんですけど、今はまあ子供のことを考えたりとか、もういつか子供と一緒にバンドやるのが僕夢なので、稲城のハートレイフだとずっと胸張っているようにこれからもやっていきたいなと思います。これからもやっていこうと思います。活休前にね、いろんな経験をしました。まあ、終わりがあれば始まりもあるもんだと思ってるし、まあ、その逆もそうなんですけども、時はこの稲谷の稜線、山々の稜線に浮かぶ夕暮れを思い浮かべてたんですね。落日という曲やります。まあ、この後もエクトプさんライブあるんで、こんなに音圧下げたんで次多分ガンってくると思うんで、きっと本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。また会いましょう。Thank you.
どうもありがとうございました。ありがとうございました。